はい、次は重賞ですよ。重賞、これでも分からんかったっすね。うん、アイルランドトロフィー府中牝馬ステークスいきましょうか。これは分からんかったな。芝の 1800m の、G2 ですね。牝馬限定戦 G2 となってますね、はい、いやこれはね本当過去に道割る実績のある馬たちがほんまいなかったじゃないですか、はいはい、あんまり、うん、そのまあ言ったら人気の中心になっている馬たちが道割る分からない馬が多かったんですよ、うん、で負けた馬たちはみんな道割るってもちろんレース後に言うんですよ、うん、でもそれをレース前にどうか、だってサラキア自体だって2走前のエプソムカップ不良馬場の中にめちゃくちゃ負けてるわけじゃないですか。やっぱ今回変えるかどうかだって何とも言えないですよね。無理でしょこれ、はい、サラキアとかも真っ先に道割るしいらんわと思うタイプ。だからサラキアの単勝が20倍ついたってやっぱそういうとこだと思うんですよ、うん、やっぱ道割る嫌がられてやるんですけど、うん、なかなか難しいですよね。うん、これは難しかったですね。これひどかったなってコメントもいただいてますけど、うん、そうフェアリーポルカもこんだけ走らんと思わんかったですね。いやほんまにねフェアリーポルカはねちょっとね左回りあかんのちゃうかったと思いましたね。いや道割るは絶対フェアリーポルカはその通りで、うん、やっぱ出走馬中、フェアリーポルカが一番道割る実績があったんで、まあ、この馬が人気するっていうのも分かるんですけど、こんだけ走らんっていうのはあれじゃないですかね、左回りあかん可能性あるでしょ。フローラは確かそこそこ来てたんですけど、それだけですよね多分ね。フローだったかな、東京2000で1回来てたんですよ、フェアリーポルカ。はいはいはい、はい、まあ、でもなんか4着かなんかですね多分。うん、ちょっと今回のこの淡白な巻きよう分からんでしょう。もう分かんないですね。うん、うん、まあでもレース後のコメントを見ると中山牝馬ステークスも、雪で道悪でしたが、その時はグリップが効いていましたと。今日みたいに滑るような馬場は合わないかもしれないって言っても、我々その JR の発表で弥生が思うとかしか見られへんのに、そんな滑るかグリップ効くか分からんすわ。無理よこんなん。無理ですね。うん、無理、うん、ですね。であとねサラキアのね勝ったレース後のコメントをちょっと見てもらいたいんですけど、折り合いを気にしないといけないタイプですが、今日は足を取られているぐらいだったのでちょうど良かったってコメントあるでしょ。これは実は、うん、引っかかる馬ね、道中引っかかる馬が道割るときは折り合うっていうのはよくあるパターンなんですよ。これサラキアだけに言えることじゃなくて、はいはい、やっぱ馬もね、はいはい、もう下が悪いわけやから下に集中するわけじゃないです。気持ちがいくわけじゃないですか、うん、なのでその、ま、折り合いを書くいつものあれが薄らいでっていうのはよくあるんで、折り合いに何のある馬が道割で折り合うっていうのはたまにある例なんで、ちょっと覚えとったらいいと思いますね。なるほど、うん、ありがとうございます。それはすごく役に立つと、皆さんもメモってください、うん、はい、そうですね。サムシングジャストからそうなんですか。サムシングジャストは、いやこれは道割いいと思います、ね、うん、ね、いい、うん、いい、めちゃくちゃいいで、取って合わせるのは多分ね、うん、うん、下位人気4頭は3連単を3連覆にしてたと、それでも取ってるはずですね。でも、うん、おめでとうございます。でも確かに3連単だったらできない。うん、フローラ4ですよね。そう、フローラ4着、そうそうやな、うん、そうやな、うん、でも愛知杯5も悪ないしね、うん、まあでもなんとなく分かる気がします。愛知杯はでもあれちゃう、愛知杯って、ああそうか、うん、小倉っすね愛知杯。それ愛知杯って、まあね、あ5着はこの前の愛知杯。そうやろ、この前の走ってへんのかな。そうでしょ、その前の愛知杯ですね、うん、面白い話、面白い話と思った方ぜひ高評価とお願いします。お願いします。そう、あとまあ広めていただけると嬉しいですね。我々ちょっと拡散力に乏しいことを競馬好きの方に届けるかっていうのをちょっと日々模索してるんですけれど、でも愛知杯の愛知杯はこれ小倉やわ。あ、小倉ですか。フェアリーポルカでしょ。はい、うん、小倉やね。これは4って書いてあるし、もう、まあいいか、まあ、なんかあんまり左回りはそのあれよ、フローラステークスの5着やな。でもこれ内容悪ないからね、うん、うん、ワンターンがあんまりってことか。うん、そういうことでしょう、うん、まあでもそのこの滑る馬場とかこれちょっとややこしいけど、うん、うん、好きなのかな。まあまあ、まあ、確かに小回りコース得意にしてるから小回りの方がいいかもしれない、うん、確かに、うんうんうん、はい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 、なるほど。この出走レース中理事で予想さんはいますかっていうコメントいただいてますけど、まあラブゾーン理由はね、うん、まあ今回やっぱあの、ね、あ、じゃあラブゾーン理由は触れないとかんかと、うん、道悪よりもね、休み明けのことをあのデブロ騎手はレース後にアピールしてんのよ、うん、強調してんのよ、うん、まあ一度使ってれば
で、そんななかったっけ、普通違ってた、違ったけど、そうでしょ、一応使っていたら違っていたと思いますって来てるから、まあもちろん道割れのことも多少は触れてるけど、道割れよりも休み明け初戦の方を、範囲として強く言ってるから、これはまあ叩いた次よね、うん、多分この後もうエリジョンでしょ、はい、うん、まあでも人気落ちることもないのか、いやまあ人気するやろな、うん、うん、そやな、この競馬特殊やから、これだけで人気を落とすことあんまないやろね、脳幹にされると思うんですよね、うん、されると思う、はい、うん、シングジャストからはいい馬券ですね、確かに、うん、トロワーゼとかあるもんね、道あるとか絶対良くないと思うんだけど、まあ、今回初めての1800で、まあまあまあ頑張った方やと思いますよ、まあ、このままほんまに時計勝負の馬場の方が得意にしてるのもう過去の成績からも明らかで、まあ、そういった意味ではよう頑張ったんちゃいますか、確かに頑張りましたね、うんうん、そんなとこですか、馬群に入れたいだよ、なるほど、フェアリーボールか、なるほど、そういうのもあるんですね、うん、はい、そんなところですか、はい、以上府中牝馬ステークスでした、アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス、名前慣れないです僕まだ、うん、G2 もまだ慣れないです、うん、なんか G3 のイメージ、そうやね、G2 なのにこんなショートースなんですね、なんか3人ですね、いや、このレースって基本的にめっちゃ多頭数になるんだけど、ねね、いや確かにちょっと意外、ねえ、うん、島なんか意外ですね、うん、はい、まあ以上ですね、はい、はい、なるほど、阪神2200なんですね、エリジョス阪神2200難しいですね、G1 であんまない、まあ、距離は正直ね、俺1800今回短いと思ってたんで、あ、その2200に伸びるのは間違いなくプラス材料です、で阪神はそれはもう軽い芝の、そのオークスでの時計が優秀すぎるから、うん、重い芝と軽い芝とどっちがいいですかって言われたら軽い芝の方がいいけど、うん、けど、まあ、阪神の忘れなぐさ賞とかでもまあいった解消してる、うん、まあ、まあメンバー確か弱いけどね、まあ、こなすことはできるんで、うん、まあ、舞台設定はそこまでなんか絶対あかんとはないんですね、うんうんうん、確かにもっといい舞台ももちろんあるけど、うん、あかんというほどの舞台ではない、うん、まあ、あれ34年ぶりなんです、まあ、今編集さんここまでちゃんと入れてくださいね、府中牝馬の振り返り、ここ、はい、あ、今のところ、ね、今のはいい話でした、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、今週に新潟牝馬ステークスがあるから頭数が減ったんで、あ、なるほど、なんかその初めて聞く名前みたいなレースありましたね、確か、うんうん、新潟牝馬ステークス、うん、はい、そうですね、新潟牝馬、ちょっと今こういう時に集報があると便利です、ちょっと見ましょうか、新潟牝馬ステークス、まあ、オープン特別よね、はい、まあ、せっかくだから軽く作業そうみたいな、まあ、でもだいぶねメンバーやっぱ弱いよ、あの重賞のメンバーに比べて、ああなるほど、確かにでもこっちに回った感はありますよね、うん、いや確かに確かに、だからここにいる何頭かは府中牝馬出ててもいいと思うんですよ、うん、まあ、確かにその通りだと思う、うんうんうん、でもやっぱ府中牝馬のメンバーが強いからこっち回ったっていうのはあるでしょうね、うん、はい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 、うん、確かにそうですね、うん、その通りだと思います。ナイアガラダックスさんの言う通りだと思います。はい。では、東京最終行きましょう。行きましょう。はい。